はい、ということで塩だれを作っていきたいと思います。ちょっと飲みきれなかったこの日本酒とですね、沖縄のお土産で買ってきたこのぬちますっていうのと、昆布、それから煮干しを使っていきたいと思います。手羽先っていうんですかね、一応ガラと書いてありますけど、これをちょっと使って、あとはあの野菜とかそういうのをちょっと使っていきたいと思います。煮干しを入れていきます。ただ入れるだけなんですけど、日本酒入れていきます。はい、これが椎茸と煮干しと昆布なんですけど、容器に入れて水に入れて、まあ、一晩経つとこんな感じです。この出汁は普段の煮物とかそういった他の料理に活用できます。これ冷蔵庫入れておいて出汁でいろんな料理に使えるんで、すごい便利です。これ日本酒に一晩ですね入れて戻した煮干しと、昆布、これを使って塩だれを作っていきたいと思います。熱していきます。あんまり強火でやっちゃうと多分あれなんで大変なんで、ただちょっとアルコールも飛ばさないといけないから、最初はすごい強火で、沸騰してきたらちょっと火を弱めていきます。スタンドで熱しを入れていきます。結局4枚入れました。ここに小さじ1杯分ぐらい蜂蜜入れます。このメロンシートがやってたやつちょっと試してみようかと。あんまり入れちゃうと多分椎茸の味になっちゃうんで。はい、じゃあスープをちょっと本格的に作っていきたいと思います。まずこのニンニク、玉ねぎ、ネギはこの青い部分使います。それから生姜で、これはねちょっとまだ使い道はっきり決めてないんですけど、いりこだし、椎茸のだし、昆布だしです。でちょっとコクも足りないかなと思ってこのカツオの粉も買ってみました。手羽先柄っていうのかな、これをちょっと2パックぐらい安かったんで買ってきて、これを使って作っていきたいと思います。じゃあスープに使う野菜をちょっと切っていきます。キャベツはこの上の具に使うんですけど、この芯のとこいらないんで、ここはちょっとスープに入れちゃいます。玉ねぎ、今日はちょっと贅沢に丸々1個使っちゃうと思うんですけど、こういこうかな。ブラザーズって感じで、これで美味しいスープができそうな感じがしてきました。臭み取りいきます。アク抜きします。で、洗って臭みを取ります。旨味を出すのにこの切れ目をね入れた方がこのいいのが出るんじゃないかという推測と、あとメロンシートもなんか言ってた気がするな。いいところ真似して取り入れていきたいと思います。さあ、この水からということで、この中に最後入れていきます。先ほどのブラザーズ、はい、そして今日はチャーシュー肩ロースを使っていきたいと思います。
ドキドキ。チャーシュー自体もちょっと初めてなんで。蓋をしないで、とりあえず沸騰するまでは強火、沸騰したら弱火でいきます。じゃあスープが沸くまでちょっとキャベツを切っていきたいと思います。頭に1杯半ぐらいかな。そしてここに煮干し1杯、3杯、2杯入れました。椎茸入れてみよう。頭のね、半分分ぐらいかな。結構椎茸味になりすぎても良くないんで、ちょっと少なめ。バジルペーストいきたいと思います。バジルと、まあ、くるみとかごまとかいろいろ入ってますけど、そういうこうナッツ類とバジルの葉っぱ と、チーズとオリーブオイルとでできてます。これを一回ちょっとザルにあけて水を切ります。おお、うまそう。おお、ちょっとこれぐらいの厚さにして、うん、最高やと思いますよ。うん、初のラーメンでしょ。そうなんだよ。いやー、いろんな苦労があったよね、多分。いや、すごいいろんなことを考えながらね、作りね。できました。これ相当なんていうの、もっちりしてるね。ねえ、すごいね。すごい。これはうまそうやな。うん。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じだね。うん、もう、あらかじめ用意してあったもやし。そうです。ちょっと炒めていたんですけど。あ、これうまそうですね。うん、ちょっとね、茹でたりはしなくて、うん、ちょっとこう、なんていうのかな、ボリューミーに、上の、下があっさりしてるのでね、ちょっとボリューミーだと思いました。チャーシュー、あやちゃん、これうまそうですよ。ほんと、うん、やったー。どうだろう。はい、できました。はい、完成です。おー、すごい。これ、淡麗そうな、このスープが。そう。めちゃめちゃ独創的ですね。なんか、すごく弱火でじっくりと煮出しました。これはうまそう。いただきまーす。
麺はやっぱりね、存在感って美味しいです。チャーシュー、もしかしたらチャーシューが一番美味しくできたかもしれません。なるほど。バジルペーストを添えてみたいと思います。うん、より美味しくなった。なんか塩気が足りないんだな。あとは一味とかもいいかもしれません。ごちそうさまでした。